昭王昭王は、中国の戦国時代のツバメの王。忌ミは職。学期や、各界以来有能な人材を用い、生に責められて没落していたツバメを再興させて、前世紀を築き上げた。父は、猿王で、昭王はその諸子である。芝仙の、四季によると、父のは、国政に無関心で最小の子これを盲信し,し、 行春に習うと言って、禅状を行い、これに対抗して大使大らは反対派を集めて、拒兵したため、国内は、騒乱状態となった。翌年ここに、孔子職の援軍と称して、聖の王が付け込み兵を出して信仰自然道を併合、不王は殺されツバメは一時的に滅亡状態となった。2年後の前312年、 正に服属することを条件にして王に即位することを許された。昭王は、縁の最高と整えの復讐を目的にして、布告強兵と人材の登用に励んだ。昭王は、各界を死と仰いだ。これが有名な、まず海よりはじめよの故事であり、各界の言う通りに、名将、学期や祖神の弟、イケルダなど、燕に続々と人材が集まってきた。 この頃、西の王は諸国に兵を出して、交戦を続けていた。このため西は、強国となっていたが諸国からは恨まれた。昭王は、学期の進言を入れて、縁、藩、義、朝真で5カ国の連合軍を結成し、全284年に、西に攻め入った。5カ国連合軍は西軍を、墨西で破った。4カ国の軍はここで撤退するが、 つばめ軍のみは学期を総司令官として、聖の都である臨死に進軍し、ついに落とした。昭王はこれを大いに喜んで、自ら臨死にまで赴いて、学期をねぎらい、政国君に任命した。さらに昭王は学期に、軍の指揮を任せて、聖の平定に従事させる。王は、臨死を落とされると、巨に逃げ込んだ。学期は、 生の七十四条を五年ほどで落とし、生で残るのは、王のいる虚と他人へのいる即墨のみとなった。日は学期に攻められたが、王も徹底抗戦して、戦闘は長期化した。このため、学期は、その炎症である場を調略した。王は、場の裏切りにより殺され、昭王の復讐は果たされた。他人へのいる即墨と王を死後に即位した。 高将のいる巨の実はメに尚も交戦した。戦いが長期化する中で、前279年に昭王は病死し、大使が慶王として即位した。慶王は、大使時代から学期と仲が悪く、昭王が死ぬと、多端による、罹患策にかかった慶王は学期を召喚して、中殺しようとしたが学期は長に亡命した。慶王は、 気候という将軍を新たな司令官として送ったが、慶応の不当な人事に、燕軍の士気は一気に低下し、昭王の時代に奪った、聖の74条はすべて奪い返された。ありがとうございます。